ロバート・シー・パイクは、カナダ出身のソフトウェア工学者であり、ソフトウェア作家。ベール研究所でのユニックス開発、その後のプラン9と、インフェルノというオペレーティングシステムの開発で知られる。また、リンゴというプログラミング言語の作者でもある。また、ユニックス用のグラフィカル端末ブリッドの開発もいった。それ以前の1981年、彼は、世界初のユニックス用、 ウィンドウシステムのコードも書いている。長年にわたって彼はテキストエディタを数々開発している。特によく知られているのはサムとアクメである。パイクはブライアンカーニハンと共にユニックスプログラミング環境とプログラミング作法という2冊の著書を表している。またケントンプソンと共に UTF-8 の開発を行った。パイクは細かいプログラムも開発しており、 例えば電子メールの差出人の顔写真の画像を表示するプログラムビズマンなどがある。パイクはコメディリデオペンテラーのテクニカルアシスタントとしてテレビ番組レートショーウィズデイビッドルターマンに出演したことがある。パイクはジョークとして1980年のオリンピックのアーチェリー競技で銀メダルを取ったと言っていた。実際にはパイクは カナダ国籍であり、カナダはモスクワオリンピックをボイコットした。現在は Google に勤務しており、想像あると、プログラミング言語 Go の開発に関わっている。ありがとうございます。